マイクロフォーサーズのシステムが完成したかもしれない。写真を撮るときはフルサイズしか選択してこなかったんですよ。フォーサーズっていうことを忘れるというか、え、大丈夫じゃん。これが一つのツールなんですよね。リアルタイムラット使ってるんですけど、取っ手出しで、あ、大丈夫だこのカメラ。さあ始まりました、 G9 Pro Mark II 座談会。イエーイ。新製品発表があっていよいよ発売目前というタイミングでね、こちらの動画がね配信されているわけですが、こちらのお三方の皆さんにはもうすでに触ってもらってますので、今日はそのあたりのね率直な感想などを聞いていきたいなと思います。それではまず自己紹介をお願いします。ミックス使ってずっとカブでスーパーカブで旅をしながら写真を撮っている写真家の柳永です。よろしくお願いします。東京を中心にですね、音楽業界で写真と映像を撮っております熊澤幸太郎です。よろしくお願いします。関西でフリーランスエディターとして活動しております三谷飾り屋と申します。よろしくお願いします。はい、そして本日 MC 担当します川尾由紀子と申します。モデルと写真家両方やってます。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速ですねお話聞いていきたいなと思うのですが、まあ、まずはファーストインプレッションということで、まあぶっちゃけどうだったかという話をね聞いていきたいと思います。柳永さんからお願いします。はい、今回使ってみて率直な感想を言えば、はい、もう分かりやすく言うと、あ、これで良くないみたいな。おー、いい意味でですね。あ、そうそうそう、はい、これ以上のクオリティを求めるのであればスタジオシューティングとか、はい、まあ、高解像度モデルが必要な人はそれこそ S1R 使ってもらうとか、あと夜中とかに撮るとか、そういうまあちょっと特殊な状況はもちろんそれに適したモデルがあるけど、なんとなくオールラウンドに使うんだったら、まあ、これで十分だな、うん、本当に十分だなっていうのが僕の感想。はい、今までだとちょっと足りねえなって思うこと、うん、正直あった、うん。これでフォーサーズのマイクロフォーサーズのシステムが完成したかもしれないって思うモデルが今回のモデルっていうのが率直な感想。いや、結構バランスもいい、バランスもいいし必要十分って感じですかね。うんうん、どうですか。はい、どうですか。流れそっちに行く。まあ、俺喋りましょうか。うん、俺の場合触っててこういい意味でフォーサーズっていうことを忘れるというか、撮ってて写りもそうやし、あとこう本体が S5-2 と同じ作りになってるから、ボタンの配置とかも全部一緒やから使用感も正直そんなに変わらない、うん、し、本当こうレンズのシステムが小型化されて、こう撮りたいものに合わせて使い分けるっていう意味では写りとしてもそんなにこう差を感じないし、さっきケンちゃんが言ってた必要十分っていうのが一番合ってると思うんだけど、あ、なんか全然これで撮れるなみたいな感じには思いましたね。熊澤さんはなんか触ってみてどうでした？僕まず大前提として写真を撮るときはフルサイズしか選択してこなかったんですよ。うん、そもそもで映像を撮るときに例えば GH6 であったりとかすごく魅力を感じてフルサイズと組み合わせてやってきてたんですけど、写真でフォーサーズセンサーってすごいやっぱネガティブなところがあったんです。まあ、音楽業界で写真を撮ろうっていうとライブ写真っていうのがあって、ちょっと快調物足んないなとかダイナミックレンジ物足んないなっていうところでやっぱ積極的に選択をするっていうことができなかったんですよね。で今回まあ先行でね特別に触らせていただくっていうことでどうなのっていうところで持ち込んでみたんですけど、え、大丈夫じゃんっていうか、そう、本当に率直なこうもう第一印象でファーストインプレッションで純粋に G9 Pro Mark II がすげえやつなんだなっていう、まあ、体感を得られたっていうのがありましたね。ライブハウスってやっぱ暗いし、あと照明の影響めちゃくちゃ受けるから、照明でいきなりバッと明るくなったり、でも基本ちょっと暗かったりとか、照明当たってるとこと当たってないとこでコントラスト差がすげえ激しいとか、その辺の写りってやってみてどうでした？露出が取れてるという前提であれば基本的には僕は満足ができました。ダイナミックレンジブーストがもう効いてるんですよ、うん、常に、うん、なのでダイナミックレンジが広い、うん、感じていたのは多分それが影響してて、はいはい、ただダイナミックレンジブーストって仕組み上低い ISO 感度の画像と高い ISO 感度の画像を合成してレンジを広げてるんですよね、うん、だから高い ISO になっていけばなっていくほどその効果薄れていくわけですよね。6400ぐらいまでは僕は満足ができて、それ以上になってくるとちょっとダイナミックレンジが
怪しくなってくるというか、ちょっと低い ISO の時に満足できているがゆえに、うん、高感度になってくるとちょっと物足りなくなってくる。そうですね。っていうのはちょっとありましたかね。6400までいけるっていうのであれば、かなりの特殊な環境じゃない限りもう十分対応可能なんじゃないですか。まあ、そこのなんかラインは人によって違うと思うんですよ。僕1600なんですよね、うん、1600ぐらいから若干浅くなる、シャドウが浅くなる感じだったりとか、色のりの悪さは感じるんですけど、感じるだけ。あ、これで悪いぜっていうほど言い切れるほどのものではない、うん、僕の場合はフォーサーズって ISO 感度を上げるとノイズが乗るとか、 ISO 感度を上げるとコントラスト下がる、シャドウの階調が悪くなる、いろいろあると思うんですけど、それが一つのツールなんですよね、僕の場合。それを使いながらアナログっぽい撮影ができるんですね、うんうん、あまりにもデジタルすぎない感じ、カメラの個性みたいな感じですね。そうですそうです、うん、そういうのを使いながら撮影をしてたから、 ISO 感度によってそれなりの変化が起こせるぐらいの、その ISO 感度の変化、うんうん、これ僕は割とメリットというか、うんうん、いい点として捉えてる。それでは実際に皆さんに撮影していただいたお写真も見せていただきながらお話も進めていきたいと思います。柳川さんからお願いします。はい、じゃあ僕の写真ですね。 25mm の F1.4、 あのライカ DG ですかね、のレンズ使って F13 とかの ISO100 でスローシャッター使ってて、25分の1ですね。ちょっと風強かったんで、あ、それでボケてるみたいな。そう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 。いやー、でもすごい、このトーンがリアルタイムラット使ってるんですけど、うん、取っ手出しでフォーサーズで出んねやって思って、これ最初に使った日かな多分、うん、でこれ取った瞬間に、あ、もうこれで良くないって思って、うん、間違いないですね。これ見たらもう本当そうなりますね。そう、雲の質感とか手前の葉っぱの感じとかも出てるよね。そう、全部ね、十分なんよ、うん、空のトーンがまたこう上から下にかけて白んでく感じとかもよく描いてんなっていう、ちゃんと出るのよ。それがやばいなって思って、うん、これリアルタイムラットか。いや、すごいっすね、リアルタイムラット。すごい、なんか変な感じになりにくいかな、うん、使ってて気持ちがいい。見てる段階で、ここを撮ってる段階でその絵になっててやってるわけだよね。あ、それ楽しいだろうな、うん、色でも遊べますね。そうなると楽しいやろな。次熊澤さん行きましょうか。はい、じゃあお願いします。イグジフさっき確認したんですけど、 ISO が5000で、F2.8 35mm100mm の、72mm になってたので 144mm ぐらいかな、うん、でシャッタースピードが500分の1っていう写真なんですけど、うん、フォトスタイルのスタンダードだったかな、コントラスト詰めて、ちょっとコントラスト詰めて、かつシャドウはちょっと落としてっていう感じに微調整してたかなと思うんですけど、取って出しです、いわゆる、はい、もう不満はなさそうですね。いや本当に後ろの照明の、まあ、塩梅、光が散ってる感じ、そのスモークの粒感というか、スモークってこうよくよく見るとこう粒の粒子感感じるじゃないですか。あの感じもまあ結構僕的にはあの満足のいく再現度というか、左下のさ光の線のところとか綺麗だよね、はい、そうなんです。で左下の線と上からも出てるんですね、同じ照明が。で色の描き分けが俺すごい美しいなと思ってて、緑と、まあ、青にもいっぱいあって、うん、薄い青と濃い青とかっていう、ちょっと平たく言うとそんな感じになってるじゃないですか。それがうまく分かれてる。でかつそのさっき三谷さんがおっしゃった左下の照明のあの一本一本の立体感、よく見て撮れるのはちょっとびっくりしたんですよね。では、はい、三谷さんお願いします。はい、は今回ちょっと持って初めて撮影に行ったのが海ですね。でこれはフォトスタイルスタンダードをちょっとコントラスト上げて、色とシャープは触ってない、シャープも全部ゼロにしててっていう状態で、これレンズが1025っていう、ちょうどここにあるこれもライカレンズ、ね、そうですね、ライカ DG バリオズミルックスってやつですね。ありがとうございます、はい、っていうレンズなんですけど、なんかこいつとの相性がすごい10年プロマックス良くて、でこうルミックスって
僕も持ち始めた時にすごい好きだなと思ったのが色と線、うんうん、ただシャープネス高めて解像感上げるんじゃなくて、こう自然な風合いで立体感出しつつ描写するみたいなところ結構こだわってるみたいなことは聞いたことがあって、まあ、そこがうまく出てるのかなっていうような写真、なんかすごい上質な感じがします。いや、ほんとシルクというか、この一枚でこう波の泡の感じとかも地味に出てくれてて、なんかこれ撮れた時に、あ、大丈夫だこのカメラみたいな結局そこよね、うん、多分ね、分かんないけどマイクロフォーサーズっていうものに対してどっかちょっとどこまでいけるかみたいなのはあったと思うんですよ。若干の不安とかちょっとネガティブなイメージが、そう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 、こう信者のつもりはないけどやっぱりフルサイト使い慣れてるよねとか、うん、それぞれのセンサーサイズの良さはもちろん分かってるけど、まあ、慣れてるのフルサイズだな、いろいろ信頼してやってきたのは仕事でも使ってるなという中でマイクロフォーサーズで頑張って作りました、全然理解してますと。でルミックスがセンサーサイズ問わず頑張って描写絵作りやってますって分かってるって思って挑んでるけど、多分どっかでやっぱりでもぶっちゃけフォーサーズってどうなんだろうが多分あったと思うんですよ、うん、でこのレンズとの組み合わせで撮ってこんだけ綺麗に撮れたから、あ、なんかもう全然いけるわってなったのが本音。うん、ありがとうございます、はい、皆さんのね本当にご意見いろいろ聞きましたけど、実際に発売されてね、皆さんがどういう風に撮影で使っていくのが楽しみですね。そうですね、楽しみです。逆にこうどうだったかは聞きたい、聞きたい、あ、S5 Mark II ユーザーから聞きたい、ぜひ感想をお寄せください手持ち入れそう、次来た時に多分どっか貼られてたもんね俺たちがそんなんで喜ぶと思うなよ。 G9 Pro Mark II が主人公になれる現場はこれが自撮り、自撮り、マジで、うん、だからルミックス。